なんで遅れてんの。ちょっと梅酒つけてた。今じゃないやん。絶対的 7% です。よろしくお願いいたします。マストと森田 GM で絶対的 7% いますんでね、はい、よろしくお願いいたします、うん、あのさ、うん、今日はちょっと話があってさ、おあの俺がお前に貸してたさ、ドラゴンボール全42巻 あれお前なくしてもうたって言ってたやんか。じゃああれな、あの引っ越しの時どっかでもったの、あの見つかったら連絡しようか。怒ってる、なくなっといてな。なんで俺の書ってアッパー限定やと思ってる。他の手もあるから正解しちゃう。いやそれはええのよ。結局あれ読み返してなってもうて、俺フリマアプリで新しいの買い直したんや。なんか申し訳ないことしたの。それは全然ええねんけどさ、ちょっと聞いてほしいのが、超備品って書いてあるから買ったにもかかわらず、いざ届いてみたら2巻の真ん中にでっかいコーヒーのシミ2つですよ。これ最悪やん。最悪やろこれ。超備品が聞いてあきれるわと思って。終わってるやん今日。腹立つな思って、そのコーヒーのシミ見てたらさ、ふと思い出したんやけど、俺がお前に貸したドラゴンボールの2巻にも全く同じようなシミついてたなと思って。お前がアカウント名白菜太郎やろ。何がじゃねえ。お前白菜太郎ってアカウントでフリマアプリで俺のドラゴンボール勝手に売りに出してやろう言うて。俺ちゃうよ。えシミやろ。シミなんてたまたまつくもんやんか。たまたま全く同じような大きさ、全く同じような形のシミが亀仙人の両肩に。そんなことあるかね。たまたまついたんちゃうかな。たまたま、あそうですか、じゃあ皆さん聞いてほしいんですけどね、この白菜太郎っていうのがアカウント遡ってたら他にも悪いことしてね、地方の人は買えへんこといいことにシュプリームの高額転売とかしてたんですよ。これ許せないですよね。これいやでもそれも白菜太郎さん、白菜太郎さんが送料のこととか考えたら大体そんなになってしまったんちゃうか。お前ら俺ちゃうよ。ちゃうねん。俺ちゃうよ。いやそうは言うけど新品って書いてたんですよ。ってことは初めから高額転売目的で買ってるじゃないですか。これ許せないですよね。いやそれも買ってみてな、サイズが違うかったなと思って。だからお前ら俺ちゃうよ。ちゃうねんな。いやでもサイズっていうけど自分のサイズぐらい普通自分で把握してますよねこれね。いやでも帽子のサイズってさ、買ってみてあれ合わへんなと。誰が帽子の話って言いましたっけ。普通シュプリームって言われたら T シャツかなんかやと思うんちゃいます。これが帽子の話って分かるってことはお前が白菜太郎やろ。白菜太郎の話してた。ずっとそう言ってますよね。ずっと言ってましたよね。あ、俺そのアカウント見たことあるわ。あるある、ね、見たことあるだけで自分ではないと。俺じゃない。あ、じゃあ俺が仮に白菜太郎に対して迷惑かかるような行為してもお前には迷惑かかるから俺やってもええよな。どういうこと。例えば白菜太郎が出品してる商品を全部買いますって言って入金直前に全部キャンセルしたりしてもお前には迷惑かかるから俺やってもええよな。いやそれはさ、俺が白菜太郎であろうがなかろうが迷惑行為かやったらあかんやんかな。他にも購入した人いるかもしれんし、白菜太郎さんも発送準備してるかもしれんから、それは絶対にやったらあかん。まあもうやってんねんけどなー。お前がプリン大名人かー。俺がプリン大名人って分かるってことはお前が白菜太郎やろ。俺が白菜太郎やろ。見たことかー。えらい儲けてくれてるみたいやろ。プリン大名人さんせいでえらい被害被ってますけどね。そんだけ儲かってんねんたら今出てるナイキのスニーカーで1000円安くなりませんかね。送料込みのお値段なんて妥当な価格やと思いますけどね。いや受け取り直接できますので、それでなんとかできませんかね。安くなりませんかね。申し訳ございません。購入者と直接会ってのやり取りは禁止されておりますので。で500円引きの1万2500円でどうでしょうか。かしこまりました。それではプリン大名人さん専用を作らせてもらいますので、そちらよろしくお願いします。ありがとうございます。いい取引ができました。こちらこそありがとうございました。ふざけんなおれ。もうスニーカーの件はやば。俺のドラゴンボールで儲けた5000円あれだけ返せ。出品手数料かかったから4500円。それはお前が持てよ。もうええわ。どうもありがとうございました。